ポイン。こんにちは、キュリです。今日は3分くらいクッキング、イエイ。今日もキュリさん、極厚のプルプルジューシーな厚焼き卵サンドにチャレンジしていただきたいと思います。それでは早速ゴーゴー。今日はパジャマで頑張ります。パジャマで来たんかい。はい、じゃあね、卵を今日は使っていくんですけど、9個も使うので全部割っちゃいましょう。はい、どうぞ。1個食べたでしょ、ここ。食べてない、9個なのレシピは。はい、卵はね、9個も割れました。これで卵かけご飯もいいかもしれない。はい、バトンタッチ。こちらに調味料を入れていきます。卵でしょ、だし汁、きび砂糖ね、お醤油とみりんが入ります。混ぜてください。混ぜます、混ぜます、混ぜ混ぜ混ぜ、ぐるぐるっといい感じでございます。それでは先生、お願いいたします。では早速焼いてまいりたいと思います。もうね、油は引いてあって、かなり簡単にね、温めてあります。ちょい薄煙が立つくらいまで温めてください。じゃあいきます。生地の4分の1ぐらいかな、入れちゃいましょう。で、縁が焼けるから、これをね、高さを出すためにぐるぐるっと手繰り寄せていきましょう。こうすると、あの、下に新しい生地がいくから焼き色がつかない。美味しそう。で、動かなくなったらちょっと置いていきましょう。巻けるようにちょっとね、固めていきます。ちょっと怖いので弱火にしましょう。で、箸でいくのが結構プルプルだから難しいので、あの、ヘラとかちょっとゴムベラを使っていただいて、巻いていきます。お、こういう感じですね。ぽよよんと、せーの、こう。で、ちょっと端っこにこうね、集めて焼いていきます。二刀流。ちょっと焼き固めながら、これが芯になるので割と生地は多めでやるのが後で巻きやすいかなと思います。じゃあこれから卵がね、流れるところには油をしっかり引かないとくっついちゃうのでね。で、ずらして、ここにも油を引くと。油が大事と滑るね。じゃあ残りの生地どんどん入れていきます。で、新しい生地入れたら必ずこの卵の下にも入れ込んであげると、ちょっとくっつくので、後で巻きやすくなります。で、この生地も高さを出すために端を動かしていきましょう。また動かなくなったら巻いていくっていうのの繰り返しです。またアグイマジック発動しなきゃいけない。アグイマジックどっかの買ってきたやつ。出禁になります。いきますよ、せーの。おいよ、すごい、もう限界って言ってるよ、卵焼き器が。道のりが、道のりが遠い。いけ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 、そのまま。で、端から手繰り寄せます。ちょっとぐちゃぐちゃって大きく、そうそうそう、わー、いいですね。かき混ぜていきながら、行き渡らせていき、一旦ここら辺でひっくり返す。おう、行きましょう。プルプルジャーですよ。これはうまくいっているのか、コロコロしていけばいいな。おお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 、いい感じ、いい感じ。プルプルだ。ちょっと量が足りなかったかな、1回目にしては。まあ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 、もうすごいオール箸でいくんですか。せやね。おお、それはプロだもん。そしたらまた卵液を入れていきます。えい、うん、いっぱい入れてみて、で、下に入れてあげるのね。おお、なんか想像と違うんですけど、きゅうりさん、うまくいってるじゃないですか。足失敗しないんで。失敗しないような。きゅうりさんのポイント、このポコポコを潰すこの縁の感じの見極め、きゅうり先生、はい、そうなんですかに教わったもの丸パクリ。なんでそれ渦にしてるんですか、それ。高さを出してあげる。うっそ。
覚えてましたね。せーの、おお、ここでギュッてしてあげることによって、で、そうそうそう、形が綺麗になる。こうしてる間 に油を塗る。忙しいね。忙しいよ。忙しいよ、職人。どんだけ入れてもいいのかな。下に入れていき、アグイマジック。ふわふわじゃ取れないんだ。もう卵焼きができる。だしもね、ほんとこの香りまでお届けしたい皆さんに。届ける気ないでしょ。マジ本当にいけるんですかそれ。本当？おお。それよりなんかキュウリさんのお腹の音が鳴っちゃった。欲張らない。あと 2,3 回かな。やっぱさっき入れすぎたんだな。ここから出てきてる。うん、でも結構コツは掴んだ気がする、うん、オールハッシュチャレンジすごいよ、うん、でもお箸でひっくり返すポイント、うん、教えてくださいキュウリ先生。大股を開ける。重力がね、この一点に集中しちゃうからちょっと分散させない。重すぎてダメかもしれない。そうそう、ヘラが、ヘラなんかいい。そう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 、はっ、おー、やだー、やめて。大丈夫、もうね、入らないって言ってる。でもあと1回でちょっとごまかせば、うん、ここに必ずそうな気がする。いきます。今すごい光景を見た。負けてる風がすごかった。これでラスト。はい、おい。さあ、緊張する。またこの時が来た。頑張れ。はい、焼けました。じゃあこちらの卵焼きをパンの上に乗っけちゃいましょう。で、からしマヨネーズはもう塗ってあります。はい、いきます。ボインってなった。そしてパンを重ねます。重ねます。よいしょ、ぎゅんぎゅん。最新技術すごい。こちらがぐい先生の卵サンド、こちらがきゅう先生の卵サンドです。ぽよよん、いただきます。そうで、ぽよぽよ。ではでは早速いただきます。あうんうんうん、ベビー出ました。最高級ビビが出ました。このからしマヨがすごいいい感じの、いい感じ、うん、ただただでかい。コケコッコーって感じ。どうやってもうまいけど重い。うん、うまい、うん、ちょっとキュウリ先生のはちょっと焦げ目がね入っとりしたんですが、うん、まあね、プロになってしまえばこの焦げ目もなくね、真っ黄色にね、いい感じになるはずよ。そう、練習あるのみ。うん、はい、ということで今日はね、いい感じのだし巻き卵ができました。イエーイ。で、今日のポイントは、今日のポイントは、終わり良ければ全てよし。はい、ということで今日はいい感じな卵、いっぱい使った卵作りました。だし巻き卵ね。皆さんも作ってみてね。それでは早速ゴーゴー。それまた始まっちゃうから締めバイ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 です。このからしマヨ辛くない？からしマヨがね、ちょうどいい。うちはちょうどいい。手が来る。
嘘の情報で